ビークトル・アンドリー・ヨビチ・ヨシチェンコは、ウクライナの政治家。2010年2月25日まで大統領を務めた。1954年2月23日、ソビエト連邦の一部だった、ウクライナ共和国東部のスームイ州、ホルージ・ウカ村の教師の家庭に生まれた。父親のアンドレイは、第二次世界大戦に出生、独ソ戦で捕虜となり、アウシュビッツ強制収容所に収容されていた。 ユシチェンコは、ウクライナ西部のテルノーピリ財政、経済大学を卒業し、経済科学準博士号を取得する。卒業後に徴兵され、当時ソ連国家保安委員会所属だった、国境警備軍に1年間勤務した。KGB で働いたことや、1977年から、ウクライナ共産党に所属していたことにより、ウクライナの極右、民族主義勢力には、 しばらくの間認められなかった。1976年から銀行員となった。ソ連時代、著名な財務官、バディーム・ヘイチマンにその手腕を認められ、ウクライナ独立後の1993年から1999年まで、ウクライナ国立銀行理事長を務めた。任期中は、通貨発行の抑制に努め、国際通貨基金などから高い評価を受けるが、その一方で、 貨幣不足による給料、年金の支配や欠配が生じ、政界から不況を買った。1999年12月、ウクライナ国債の債務不履行に対処するため、レオニード・クチマ大統領から急遽首相に登用され、再建団との国延交渉をまとめ上げる。在任中、ウクライナの GDP が初めてプラス成長に入る幸運に恵まれたことで、 国民的人気を獲得するが、大統領へ充実に振る舞ったため、反対勢力を落胆させた。人気が絶頂に達した時、議会から不信任決議を突きつけられ、2001年5月に解任される。首相退任後の2002年1月、10個の政党が合同した選挙ブロック、我らのウクライナを結成し、代表となる。 2002年3月の議会選挙においての24.7%の支持を獲得した。支持者に応える、ユシチェンコ2004年、口間の人気満了に伴い、大統領選挙に野党から立候補した。2004年9月、ユシチェンコは突然重病にかかり、美男子として鳴らしていた顔が、アバタだらけとなった。これは、大イオ中毒によるものとされ、ユシチェンコらは、 対立陣営によるおけ毒を主張したので、国民の同情は高まった。11月21日、与党のオス、新ロ派のビクトリア・ヤヌコービチ首相との決戦投票が行われた。しかし、ヤヌコービチ首相が勝利したという投票結果をめぐり、ウクライナを東西に2分する大混乱を引き起こし、最高裁判所の裁定により再選挙を実施することになった。 12月26日に実施された再選挙では、ユシチェンコが52.12%、ヤヌコービチが44.09%を得票し、ユシチェンコが当選した。ヤヌコービチ陣営は、不正があったとして最高裁に提訴したが、再び野党による政府施設の封鎖が起こり、12月30日には、提訴が却下され、政権交代が確定した。 そして2005年1月23日、ウクライナ最高会議で宣誓を行って大統領へ就任し、オレンジ革命の名優であるユーリア・ティモシェンコを首相に任命した。詳細は、オレンジ革命を参照しかし大統領就任後は、政権内部に亀裂が生じ、ティモシェンコとも対立した。政権内部の亀裂が深刻化する中、2005年9月8日にユシチェンコは、 ティモシェンコ首相以下全閣僚を解任する大統領令に署名した。ドニプロペトローシク州知事代行のユーリー・エハヌロフを首相代行に任命し、組閣を要請した。2006年3月の議会選挙において、エハヌロフを1位候補とする我らのウクライナが第3位の得票で惨敗するとその政治力も低下し、選挙後の多数派工作をめぐる議会混乱で主導権を握ることなく、 ヤヌコービチ内閣の誕生を許すこととなった。2007年9月の議会選挙後に我らのウクライナとティモシェンコブロックが手を組み議会の過半数を獲得。解任したティモシェンコを再び首相に任命した。しかし天然ガスの供給を受けるロシアとの関係をめぐって再びティモシェンコと関係が悪化し2008年9月16日に連立政権が解消された。 この政局の混迷を打開するため、10月8日に、ウクライナ議会を解散して12月7日に総選挙を実施するという大統領令を交付した。これに対し、ティモシェンコは、総選挙後の議員就任から1年未満で、大統領が議会を解散するのは憲法違反であるとして裁判所に提訴した。ユシチェンコは対抗して、この裁判所を大統領令で廃止した。また、 ティモシェンコ側は、総選挙を阻止するため、選挙予算の拠出に関する審議を拒んだ。そのため、ユシチェンコは10月20日に一旦は、総選挙を12月14日へ先送りする意向を示したが、世界金融危機によって悪化したウクライナ経済への対策と、ティモシェンコ側による妨害を理由として、結局は、年内の選挙実施を取り下げた。2009年3月3日には、 側近で、親欧米派のボロディミール・オグリスコ外相が、議会での解任決議を可決され、退任を余儀なくされた。これは、大統領の、さらなる求心力低下につながるとの指摘もあった。再選を狙って出馬した2010年、ウクライナ大統領選挙では、第1回目の投票で、ヤヌコービチ、ティモシェンコらに差をつけられて5位に終わり、決選投票にも残れず敗北した。 ソ連によるウクライナへの人為的な気がとされるホロドモールを強く批判している人物でもあり、またナチスドイツのホロコーストに対しても批判的でホロドモールとホロコーストを否定したり過小評価するものへの刑事罰を大統領在任中に検討していた。ユシチェンコの側近グループは4グループに分かれる。第1グループはユシチェンコの子供たちを名付けた人々である。その中には アジオ銀行理事長、スタニスラフ・ワルジェビチン、議会予算委員会委員長、ピョートル・ポロシェンコ、有名な女性歌手、オクサーナ・ビロジルがいる。このグループには、最も有力な名優、ユーリア・ティモシェンコも含まれていたが、ユシチェンコとの対立によりティモシェンコは首相を解任され、批判的立場に回った。第2グループは、兄のピョートル・ユシチェンコが率いている。この第2グループには、 クチマ前大統領との連絡係である、大議員、オレグ・ルイバチュクが含まれる。ルイバチュクは、クチマの娘のエレーナ・フランチュクと彼女の夫のビクトル・ピンチュクの旧友である。ルイバチュクは、ユシチェンコと共に、ロシア人への所管の発議者となり、ウクライナ民族主義を否定している。第3グループは、議会副議長、アレクサンドル・ジンチェンコと大議員、オレクサンドル・トゥルチノフと、 口間の元名誉である。第四グループは金融界である。ユシチェンコの最も明らかな代理人はグルジア人のダビド・ジュバーニアである。ジュバーニアはロシア大統領候補イワン・ルイプキンがキエフに隠れるのを助けたことがある。ジュバーニアの存在はユシチェンコの友人であるボリス・ベレゾフスキーのウクライナ選挙戦への関与も示唆している。ジュバーニアとともにユシチェンコの 会計係となったのは、ロシアの欧州保険同盟ウクライナ代表部を率いる大議員アレクサンドルモロゾフである。二度結婚している。前妻のスベトラーナ・コレスニクは銀行家時代の被護者、ワージム・ヘチマンの名付け子。あとに離婚。5歳のカテルイナ・クレア・ユシチェンコは、ウクライナ系アメリカ人で銀行保障プログラムのディレクター。 人権担当国家初期間アシスタント特別補佐官であり、ホワイトハウスの社会関係事務所と米財務省で各種職務を占めた。ユシチェンコの性敵はカテルイナを CIA のスパイと呼んでおり、クチマ大統領やウクライナ保安庁すらもその審議に興味を持った。彼女はウクライナ大統領選挙中にアメリカ国籍からウクライナ国籍への切り替えを宣言したが、 実施されたかは不明である。また、ウクライナ大統領名誉賞を授与されており、経済科学アカデミーのアカデミー会員、サイバネティクス専門家、キエフモヒラアカデミーと、オストロシュクアカデミーの国立大学名誉博士、ウクライナ功労経済学者、科学及び技術領域のウクライナ国家賞受賞者、テルノーピリ氏の名誉市民、金融問題に関する300件の記事の著者である。 1997年のグローバルファイナンスのレーティングの結果によれば世界最良の金融学者の6人の中に入った。議会の同僚は遅刻などに見られるユシチェンコのだらしなさと未熟さについて語っている。このため議員時代に自分の会派の一部を失っている。2005年7月には息子アンドリーの報道が報道されると報道機関に注文をつけた。 ありがとうございます。